こんにちは、菅原です。今日はですね、盛岡を飛び出してなんと仙台にやってきました。なぜここにいるかというと、今日はなんと乃木坂46のコンサートです。じゃない、菅原靴店が、仙台に初出店しまして、今日がオープン日です。ありがとうございます。ということでですね、今日はちょっとすいません、昨日デザイナーと内装屋さんと飲みすぎましてですね、ちょっとかなり声が枯れてるんですが、これから、菅原バールをですね、お送りしたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、そういうことで、ちょっと今待ち合わせをしてるんですけどね、あれ2人とも乃木坂コンサート行っちゃったかな、まだ来ないんですけどね。あ、菅原さん、やりました。どうもボンジョールノ。ボンジョールノ。こんにちは。こんにちは。まあ皆さんもおなじみのお二人、坪内さんと星葉さんです。よろしくお願いします。今日は何しに来たんですか。坪さんにとりあえず仙台駅で待ち合わせしようって言われたんで、はい、じゃあって言って、まあね、飯でも食べて飲んでスナック行って、スナックに行こう、ね、仙台も意外と暖かいですね、仙台。そうなんですよ、盛岡に比べて、はい、海が近いのでやっぱりちょっと湿気がありますよね。そうなんですね。そういう違いがやっぱりあるんですね。革、はい、ジャン着てきたけど暑いなと思って脱いでいいですかみたいな。暖かいですよね。ですね。なんかちょっとこの間盛岡来た時に、はい、ダウン着ててやったら、そうですね、まあでもあれでも十分寒いなと思った、はい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 、もう寒いのかなと思った、全然暖かくて。いやでも今年はもう異常気象で、はい、やっぱり東北ももう非常に暑いです。そうなんですね、寝れないですね、はい、じゃあすみません、早速ちょっとスナック連れてってもらっていいですか。わかりました、はい、じゃあもう朝から。まあ今日は、はい、すみません、なんでお二人をお呼びしたかというと、菅原靴店の、はい、仙台店オープン日ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。そうだったんですね。そうです。おめでとうございます。お二人ですね、今日はトークショーもやっていただいて、はい、菅原靴店仙台店をですね、いろいろ紹介していただこうと思ってお呼びしました。じゃあ早速、はい、行きますか、はい、お店もう行けるんですか。行きます行きます。あ、本当ですか、はい、じゃあぜひよろしくお願いします。楽しみにしてます。こっちですか、はい、あっちです、あっちですか、あっちです、行きましょう。このクリスロード商店街っていうこのアーケードをまっすぐ歩いてきまして、はい、まあ、駅から2番目のアーケードになるんですけど、ちょうどこの上島コーヒー、ドコモ、あと九州水銀行、電話帳支店、こちらを右に曲がったところにお店がありますので、じゃあ早速行きましょうか、はいはい、上島コーヒー目印ですね。そう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 、はい、そうなんです、はい、ちょうど桜井薬局さんという薬局があるんですけど、はい、この隣に、おお、あ、ここなんですね、はい、あ、すごい綺麗、綺麗なお店です ね、本当に綺麗、はい、まあ、ちょっとイタリアから石を寄せたりとかですね、いろいろこだわって、これもそうです、そうですよ、ね、はいはい、早速入ってもいいですか、はい、ね、どうぞどうぞ、素晴らしい、失礼します。おお、もう一面にダブル H、着替えました。あ、本当だ、着替えました急に。今日のスタイルちょっと教えてください。いいですね、はい、今日ちょっと、今日の、まあ、まずダブル H、 ありがとうございます。これ新型じゃないですか。新型です。ありがとうございます。新ラスト、ものすごい履きやすいです。あ、嬉しい。あ、本当ですか。はい、これはあれですか、前回のに比べてってことですか。前回のに比べて、はい、前回のも良かったんですけど、はい、やっぱまあ僕靴屋
的に言わせていただくと、もちろん厳しいけど、やっぱりあの、はい、ラストがですね、ちょっとこう振りがきつくて、振りっていうのはこの角度、角度ですね、はいはい、でちょっと小指が当たったりとか、やっぱりする感じがあったんですけど、なるほど、はい、それをちょっと坪内さんに伝えて、はいはい、やっぱりちょっともう少しイギリスっぽいっていうか、うん、そうですね、今回のね、新ラストそうですよね、はい、ちょっとそういうのをなんとか作ってくださいと言ったらもう完璧に、うんうん、どうですか、履き心地。いやいや、もうやばいです、もう星間さんの言葉を借りれば、はい、気絶しました。気絶ありがとうございます。このお店ってでもあれなんですよね、あの下半身からかっこよくするっていう。そうです、もう下半身から、はい、だいたいセレクトショップってこう、はい、洋服、ジャケット、着てて、シャツ着てて、上からですね。そうですね、はい、で、まあ、最後にボトムスと、はい、靴が来るんですけど、はい、まあ、僕らはこう逆に最初に靴を選んでいただいて、はい、おー、なるほど。で、はい、それに合うパンツ、はい、まあ、上物っていう、こう逆パターンをやっていこうっていうのが、なるほど、まあ、僕らのコンセプト。あ、面白いコンセプトですね。そうですね。そうすることによって、はい、なんかちょっとこういつもと違うファッションになったりするので、うんうん、確かにお客さんにもこう新しい発見があるかなと。菅さん、ちょっとね、僕気になったんですけど、はい、どう思われますか。そう、何ですかこれ。これはですね、ちょっとこだわって、私、まあ、イタリアはミラノが留学先だったので、はい、やっぱりミラノにすごい思いがあるので、はい、まあ、ピアッツァドーモ、はい、をなんと、あのベネツィアガラスを使って。え、これベネツィアガラスなんですか。そうです、モザイクタイルなんですけど、すごい、一個一個手作り、職人に手作りで、で反対側にナポレオンがいる。え、お、本当だ、ナポレオンだ、はい、すごい綺麗ですね。やっぱナポレオンは、あの、みんな伊達政宗ですかって言われたんですけど場所からね、はい、それいいか。確かに聞けば聞くほど伊達政宗にも見えそうな勢いがありますけど、いやでもすごいですね。これでも手作りですよね。だって手作りです。これイタリアから飛行機で空輸して。空輸、また高そうですね。はい、余裕感もある空間があって、うん、はい、覗くと物があるっていう。そう、面白い、ね、はい、で、あそこの、レジの裏も、はいはい、あの実はドーモのこう外壁っぽい感じに仕上げたんです。なるほど、なるほどね。早速ちょっとぐるっと紹介します。あ、いいですか、はい、まあ、まず最初、はい、あ、ありがとうございます。一番メインところに、ありがとうございます。すみません、この辺が新ラストですね。そうですね、ここから、うん、そうですね、はい、新ラストになります。はい、このダブルモンク、ね、ここまでですかね。そうですね、はい、はい、そうです、うん、ありがとうございます。ちょっと今回のね、細いんですよね。そうなんですよ、細いんですけど、ちょっとね、ボリュームを持たせてるんですよね、はいはいはい、にね。で、まあ、厚みのあるリブラムを、はいはい、使っていただいて、これは本当に前のモデル以上に、はい、まあ、まあ、日本人の方はすごく合わせやすいんじゃないかなと。そうですね、はい、多分あの今、まあ、トレンドが英国調っていうのがずっと来てるじゃないですか、うんうん、はいはいはい、なんでちょっと3ピースのスーツとか、うんうんうん、あのね、坪内さんみたいなちょっと、はいはい、あのスーツスタイルとか、はい、ジャケット&パンツスタイルとかは割と履きやすいんじゃないかな。そうですね、はい、もう菅原さんのこういう、あのちょっとハイウエストのパンツ、はいはい、これハイウエストですけど、この辺ね、プリーツありますもんね。そうなんです、これどこのやつですか。すごい、これ PT01 ですね。 PT のやつなんですね、はい、ドレーパーっていうシリーズですね、うん、なのに、はい、そこにちょっとボリュームが加わることで、そうです、ね、バランスが、はい、すごくいいですね、うんうん、これからアウター着たりとかしても、うん、やっぱこのボリュームだと負けないですもんね。負けないと思います、うんうん、確かに、はい、そうですね、ダウンとか着ても、はい、今日のね、坪さんのスタイルもそうですね。そうですね、まあ、ジャケット&パンツスタイルで、はい、坪田さんも、ね、僕は、まあ、こういうカジュアルでも今日は、はい、なんかこういうデニムのスタイルとかで、うん、まあ、結構実はボリュームがある方なんで、はいはいはい、そういうのもいいのかな。今日崩しましたね。デニムにキャップ取るってかっこいいですよ ね、 いいすね。よく外人さんよくやってますよ ね、 すよね、うん、靴は結構やっぱりあれですね、メインどころいろいろ押さえてらっしゃいますね。そうですね、もちろん坪内さんのスニーカー、はい、そうですね、これもだってめっちゃ売れですもんね、はい、だってね、はい、やってますし、はい、まあ、インポートの靴を中心に、はい、提案したいなと思っているので、まあ、例えばアルベルト・ゴアルディアニであったりとか、はい、ガルディアニ、はいはい、マグナーニ、マグナーニ、プレミアータ、プレミアータ、はい、この星のやつは何ですか。星のやつがストックトンって言いまして、はい、まあ、マルケの、はい、工場なんですけど、めっちゃ軽いですね。
あのかわいい、あそこのシャネルとかジミーチューを作ってる工場です、そうなんですね。なんでちょっと雰囲気が、あの下の星のやつなんですか、これも同じそこの、あ、これもストックと、はい、へー、星のスタッズが入ってるんですね、そっちね、そうですよ、はい、下にブーツがありますけど、これはですね、はい、フィオレンティーニベーカーっていいまして、はい、まあ、これもずっとやってるんですけど、はい、すごくこうジーパンにこう合わせるのでクタッと、はい、冬によく売れるんですよね、うん、ちょっとモードな感じ、ね、はい、そうですね、はい、あとまあこっちに行くと、はい、パンツがちょっとカジュアルなパンツ、はい、そうですね、 PT のこれコットンパンツですかね、そうですね、コットンパンツ、ね、プリーツリーですね、プリーツリーですね、やっぱり今年はあのうちのパンでもプリーツリー、やっぱり売れてます、そうですね、プリーツ入り、ね、皆さんようやくこう馴染んできたって感じですけど、はい、で、そしてシビリアの、あ、シビリアもやばいですもんね、むちゃくちゃ売れてますよね、やっぱりラインが綺麗ですし、ね、うん、そこですよ、あと価格じゃないですか、そうですね、価格もやっぱりに、まあ、今3万円、2万円2万円とか2万台ですもんね、それは受けますよね、そしてあとは、はい、ここ数年推してるのが、はい、リチャード・ジェイ・ブラウンっていう、はい、これミラノのジーンズメーカーなんです、うん、リチャード・ジェイ・ブラウン、はい、これ初めて知りました、なんとカシミヤ入り、すごいカシミヤ入りのなんすかこれ気持ちいい、これトロナ、うん、やらしいジーンズですね、これやらしいジーンズ、やらしいですよね、僕工場も行って感動したんですけど、ジーンズなのに、はい、全部こうやってスラックスみたいに全部縫ってるんですよ、タイピングしてるんですよ、ここまでやってるジーンズメーカーなかなかないですね、耳付きぐらいはありますけどね、だからもう本当に作りがしっかりしてて、今もうミラノではリナシェンテのウィンドウに全部飾るぐらい有名になってきたジーンズメーカーですね、この辺なんかもこういうボタンも可愛い、ちゃんと作ってるんですね、細かい、ちなみにベルトとかもやっぱり下半身ですから、はい、ここまでが下半身ですか、そうどこまで下半身ですか、そこまで下半身なんで、はい、ベルトもですね、はい、いろんな新しいブランド、はい、これはどこですか、デコカっていう、デコカ、はい、名前が面白いです、ね、新しいこれもブランドになって、ちょっとバックルに特徴がある、ね、いいですね、そうですね、それもデコカですか、デコカですね、スタッツというタイプ、ちょっとウエスタン調の、はい、面白い、そしてこっちは、そしてこちらはまたスニーカーコーナーが、パトリック、パトリック、これはまたつぼさんです、そうですね、つぼさんの商品多いね、つぼさん祭りですね、まあ、特徴としては東北では唯一やってる、はい、このパトリックのゴルフシリーズをやっております、あ、これでもシンプルでいいですね、そうなんです、これ家からこのまんま出かけて、ゴルフして帰って食事も行けるっていう、おいいですね、はいはい、あと仙台初登場で、はいはい、スピングルム、あ、スピングルム初登場ですか、これはあの広島の、工場で作って、はい、メイドインジャパンのバルカナイズですね、やっぱり我々、靴屋としては日本製っていうのは推しているというのがあるんで、うんうん、まあ、パトリックも姫路ですよね、はい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 、作ってますし、これ広島です、うんうん、なるほど、そして上にはスタンスミスが、でもスタンスミス珍しいですよね、うん、はい、無地のですね、さっきちょっと見たら、はい、この中にスタンスミスのサインが、そうなんですよ、これ新しい限定のタイプです、へー、はい、シンプルでいいですね、はい、なかなか、あとはこれ僕れバカ売れのすっごい履いてますよ、あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、めちゃくちゃいいですよこれ、あれもフィット感が、うん、こうなってるやつですよね、はい、そうですそうです、こうヘチマヘチマこれでもね、やっぱまとめないコースですよね、構図としては、そうなんです、やっぱりあれですか、冬は構図ですか、もうずっと構図です、まあ、ですよね、はい、暖かいですもんね、暖かいです、はい、小物コーナーですね、すごい、あれパイソンのカラーリングの、はい、すごい面白いですね、綺麗、これはレザックさんというですね、レザック、はい、メーカーで、これメイドインジャパンです、ね、あ、これジャパンなんですか、イタリアっぽいですけどね、イタリアっぽいんですけどね、これはあの前ご紹介した、見せていただいたあのスペシャル、あのスペシャルダブルジップの、こっちに100万円入れてこっちに100万円入れるんですか、入りますね、ガンガン十分、すごい、モルビーダーがありがとうございます、はい、あと
これエレファント、エレファントシリーズですね、ゾウさん。ちょっとまた表情が違いますね、すごい、革の。あと、まあ、この前も大好評だったこのアンクレットですね。ピンクゴールド。ピンクゴールド。エロいですね。はい、あと結構これも見てるんですよ、これフィレンツェ の, ですかこれ、あのイルミーチョ、イルミーチョの キーホルダー、これかっこいいと思います。印象的で握りがいいですね。そうなんです、そうなんです。なるほど、はい、そしてドレスシューズコーナー、シューズコーナー、はい、ラインナップはロケットとか、ね、結構全部ありますね。マクロケット、ジャコ、エドワード・グリーン、はい、チーニー、チーニー、ジャコメッティ、ジャコメッティ、はい、あとは、バーウィック、うん、チェルベロ、うん、であとトスカーナっていうんですね。値段がするものから、クロケットで今いくらぐらいですか。クロケットで大体9万円ぐらいですかね。9万円ぐらい、はい、で、まあ、一番高くてグリーンが一番高いんですか。そうですね、グリーンがやはり15万9000円ですね、はい、あ、でもラバーなんですね。これもラバーです。はい、ないんですね。シティソウルっていうので今この極薄のラバーが出てますので、パッ、まあ、と見普通にドレスシューズですけどね。なんでこの辺もこだわってラバー、クロケットも、クロケットも新しい、これ今回のソールですね。あるんですね、はい、これもだって普通に横から見たらドレスシューズですもんね。そうなんです、全部ラバーです。やっぱりその辺が東北地区のっていう。そうですね、はい。あとはちょっと、はい、まあ、面白いところで、これトスカーナって トスカーナのあれなんですけど、何ですかこれ。新しいビブラムソールで、はい、これあのもともとアウトドアのメーカー、例えばメレルとか、メレル、はい、はい、あのマウンテンシューズ有名ですね、はい、そこが使っているアイスグリップっていうのが発売されまして、これイタリアの展示会でもあの氷張って水かけて、はい、ちょっと歩いてみてくださいって、うん、ギュッと止まるんですよ。止まるんですか。止まります。すごいこれ、これちょっと見てください、アイスグリップ。これをビジネスシューズにつけてるっていうのは、はい、多分世界初だと思う、うんうん、いいですね。なるほどね、はい、それこそ東北地区ならではのっていうのですね、はい、とかもう本当にあれですよね、寒い国っていうことですね。そう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 、のプレーントゥーもこういう感じです。へー、面白い。これがちょっとあれなんですよ、その止まるんです、止まるあれなんですよ。要は顕微鏡とかで見ると細かくこう、うん、それでグッと、そうです、面白い。ちょっとイタリア人にこれをつけてくれって言ったら、なんでお前スーツの靴にこんなのつけるのって言われて、いやいや、いやいや、あの凍るんだよっていう話を、うん、あ、そうか、でじゃあつけてやろうっていうことになって、まあ、完全別注で、面白い、まあ、完全別注なんですね、はい。でもこれこそ本当に菅原靴店さんならではですね。そうですよね。そしてこっちはこちらでドレスパンツに、はい、ドレスパンツですね、まあ、インポテックスと、はい、PT05 のドレスパンツだと、特にうちでよく売れてるのが、はい、デニムスラックス、今日は定番のインポテックスなんですけど、はい、それをこうデニムシャンブレっぽい生地でちょっと光沢感があって、そうですね、これだと要はあのあれなんですよ、土日も履けて仕事でも履けるっていう、なるほど、きれいめのジーンズってことですね。はい、なるほどね。そしてこちらはまたグッドドレスシューズ、ちょっとツヤっぽい感じのマグナーニであったり、はい、あとは今期うちで初入荷なんかファビ、あ、ファビー、はい、面白いですね、うん、ウィングチップとここに、ね、飾り穴があったり、でもこっちは飾り穴ないんですね、ここから、はい、面白い、ちょっと変わってますね、うん、面白いですよね、これね、面白いです、なんかアイレットなのかなと思いきや、はい、あとは久々にシルバのサセッティですね。懐かしい、懐かしいですね、はい、なかなかね、いい木型、うん、これ坪さん好きじゃないですか、好きです、はい、久しぶりにこうね、履きやすいんですよ、うん、面白い感じです、うん、アメリカンですね、アメリカンの感じですね、アメリカンですね、あ、でもソールがこうなってますね、はいはい、グッドイヤー、これはね、ブーツもあるんですね、あ、そうですね、はいはいはい、ブーツの需要は絶対ありますんで、そうですね、なんで今年はやっぱサイドゴアとか、うん、はいはいはい、これはどこですか。これクロケットですね、あ、クロケット、はい、いい色ですよね、いい色ですね、はい、やっぱ下はダイナイト、うん、なるほど。でもこういうバーウィックの綺麗めで、はい、
3万円台というのもやっていますので、なるほどなるほど、ブーツでお手頃感もあると、いろいろラインナップがあるんですね。 あとさらにこっちに行くと、やっぱでもこの辺がなんか東北地区っていう感じがしますよね。そうなんです、マウンテンシューズ、ジャコメ、マルモラーダですね、このサセッティの、さっきのブーツですね、はい、これのブーツ、はい、すっごい面白い、マウンテンシューズでスニーカーソールなんですか。カルセってこれあれスペインの靴なんですけど、今年結構前回のイタリアの展示会でもこのマウンテンブーツにスニーカーソールを合わせているのが結構あったので、面白いですね、はい、これも結構上げ底タイプなんで、ちょっとやっぱミックスなんですね。そうなんです、面白い、やっぱあれですね、パッとこう綺麗になんかこう、はい、なんていうんですか、並んでますけど一個一個がブランドが違うじゃないです か、 それが見てて楽しいですね、うん、靴好きにはたまらない、たまんないですね、こんなにバリエーションなかなかないですね、うん、じゃあちょっといろいろ説明してきたんですけど、はいはい、やっぱ WH のですね、ええ、坪井さんと星川さんにもう少し詳しく聞きたいんですけど、ええ、木型はですね、はい、もうやっぱりちょっと英国っぽいものっていう星川さんから の、 お題があったので、はい、まあ、本当に古い英国のラストを見つけてきまして、はい、まあ、古い アンティークというか、はい、それをベースに、まあ、どちらかというとかなりビスポークな感じのラストだったんですけども、うんうんうん、それをベースに、まあ、ちょっと日本人に合うように肉付けとかアレンジを加えていったというところ で、はい、でまあ、菅原さんから日本人に合う、もうちょっと履きよいフィッティングということで、まあ、そういうこともかなり考慮して、はい、比べていただけると、はい、今までのは10年のこっち、うん、というかもう少し丸いですよね、こっちの方が英国っぽいと言いますかね、うんうん、新型がこっち、はい、かなり細くなりましたよね、うん、なりました、シャープな感じ、はい、でも履き心地は履き心地が、うん、断然いいです。で、その高も低すぎず高すぎず、はい、でここのウィズも細すぎず、うん、広すぎず、一見細く見えるんですけど、見えますよね、うん、はいはい、そこがやっぱり、うん、坪さん の、 その振りのうまさ、そうですね、うん、だからまあ一回作ってちょっと修正して前回合わなかったって方は、はい、こっちはもう絶対おすすめしたいです、ね、なるほど、はい、結構僕こっちもこっちで好きなんですけどね。そう結構これはこれで入ってるんですか。また違う個性があるし、今ラスト何いくつあるんでしたっけ。なのでまあラストってこう使いつつ今あるんじゃないですか ね、 そ、 すね、それってやっぱり靴のデザインによって木型って全部変わるんですよね。靴のデザインっていうかスタイルによってラストは変えるし、うん、あるいはまたねその流行でちょっと英国調だったらちょっと英国っぽい雰囲気のラストに、うん、したりとか、とかね、プロの声とかね、菅原さんみたいなプロの声とか、はい、お客様の声もね、大事ですもんね、やっぱりね。だからまあいろんな顔がちょっと揃ってきたなという感じにはなりましたよね。はい、そうですよね。今回このニューラストは、はい、まだあれですね、菅原ステーンのみの発売なので、もう、はいはい、はい、全国からお問い合わせいただければ、ね、はい、ここに来ないと買えないぞ。全国には来春、そうですね、スタートなんで、いよいよ、はい、ここではもういち早く買えますから、はい、うん、そうですよね、はい、ということはやっぱりあれですね、仙台に牛タンと一緒にこう食べに来ていただいて、 でその足で寄っていただいて、うん、まあ、むしろ菅原さん、まあ、靴店に来ていただいて、はい、牛タン食べに行くとか、まあ、どっちでもいいですけどさらに泊まりたくなったらスナックへ行くと、はい、まあ、そういう流れで、はい、東京からのツアーを、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございました。いやー、こちらこそありがとうございました。前回も菅原バルではモテ技っていうのをですね、はい、お伺いしたと思うんですけど、ありましたね、そういえば。お二人にはモテ技たくさんあると思うので、もう一回ちょっと聞かせていただきたいな。モテ技ですか。はい、前回何でしたっけ。転ぶって転ぶ、いや、まあ、それよく使う手なんですけどよく使うんですね、それ。まあ、大体立ち飲み屋が好きなので、はい、はい、そうですよね、坪さんね、立ち飲みで飲んでて、はい、まあ、ちょっと隣に気になる女性が
ったりするとですね、はい、ちょっとよろっとよろけてみるとか、はい、まあ橋本さん的に言えばちょっと気絶してみると、うんうんうん、そう立ちながらですどうしたんですかみたいな、この年になるとやっぱりちょっとそういう技を使わないと、すごい技ですね、なかなか興味持ってもらえないので、 でもまあ本当に橋場さんと知り合いであるとか、うん、WH 入ってるよと言えば、はい、大体モテますね。そうですよ、はい、足は長くなりますしね、はい、究極は WH 変えたということですね。すごいダメ押しですよね新しい、はいはい、じゃあ橋場さんはモテ技ですか、はい、じゃあ例えばなんですけど、坪さんみたいに立ち飲み屋あるじゃないですか、はい、であれでワインが飲める立ち飲み屋がいいと思うんですよ、やっぱり。そこに行った時にワインってグラスで頼むじゃないですか、皆さん大体、はいはい、立ち飲み屋だとみんな、ね、グラスで飲めますもんね、うん、グラスの白、グラスの赤、うんうんうん、なんですけど、そこをあえてボトルで頼むっていう噂なんですよ。あ、なるほど。それなぜかっていうと、これはこう飲んでて、例えばここに女性いるじゃないですか、はい、でここ僕行って、はい、でここカウンターがあってこうやって飲んでて、ですいません、1本赤美味しいやつ、まあ、白でもいいんですけど、ね、うんうん、で頼むじゃないですか、うん、で全然知らない面識のない人に、はいはい、すいませんって声かけてちょっと1本頼んじゃったんで、うん、よかったらお付き合いいただけないですか。いやエロいな。これレオンの時使った技なんですよね。あ、本当ですか。今度から使わせてなかなか女性が来なくて一人で呼ばれてるそういうパターンもありますけど、女性がいる時にはボトルで頼む と、はい、あえてのボトルっていう技なんですけど、はい、ぜひ。なるほど、ありがとう、勉強になりました。とんでもないです。モテ技、しっかり勉強してください。はいはい、じゃあちょっと最後にいいですか。おい、はいはい、最後のダメ押しなんですけど、この WH のね、はい、細くなった、うん、最新ラストトレンチって言うんですけど、これは私たちも履いてる。私たち今日ね、はいはい、3人とも履いてるんですけど、うん、まあ、スーツに似合う細身のラストとして、うん、今回はちょっと、坪さんに、全部ですね、やっぱりこういろいろラストを新しい新ラストとして登場させてもらってるんですけど、これはなんと来年の春までここでしか買えないんですね、うん、菅原靴店でしか買えないので、皆様ぜひですぜひ、どしどしご応募いただければと思います、うん、というかぜひ仙台に遊びに来ていただきたいですね。そうですね、本当に、ねはい、いいところですよね、仙台はね、やっぱ新幹線ってすごいですよね、うん、日本はこんだけ早く移動できる、うん、そうですよね、1時間20分ぐらい、はい、30分ぐらいですか、はい、で仙台東京から来れますんで、気絶してると着きますから、はい、ということで、菅原バル、今回も素敵なお二人のゲストをお呼びしまして、進めてまいりました。ホームページの方にですね、この WH、購入できますので、ぜひこの後チェックお願いいたします。それではいつもチャオで、はい、皆さんにお別れを言ってますので、はい、よろしくお願いします。チャオチャオチャオ